皆さんこんにちは。今回は文字の並べ替えノートレです。文字がバラバラに並んでいますので、並べ替えて正しい単語を完成させてください。問題は全部で8問あります。だんだんと文字数が増え、レベルアップしていきますよ。それでは早速始めましょう。1問目です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。あ、ま、や、と、り。正解は雨宿りでした。いかがでしたか。このように文字を並べ替えてくださいね。2問目です。次も5文字です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。き、小さいや、ら、め、る。正解はキャラメルでした。まだまだ5文字は簡単でしょうか。それでは次の問題に行きましょう。3問目です。6文字になります。制限時間は25秒です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。い、う、た、伸ばし棒、ほ、う。正解はインターホンでした。4問目です。次も6文字ですよ。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。か、ふ、う、し、小さいよ、う。正解は花粉症でした。さあ次はレベルアップですよ。5問目です。7文字になりレベルアップです。制限時間は30秒です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。と、ら、
いあうぐる。正解はトライアングルでした。文字数が多くなりましたが、時間内に分かりましたか？6問目です。次も7文字ですよ。何という単語になるでしょうか？答え合わせです。まかろにさらだ。正解はマカロニサラダでした。1月11日はマカロニサラダの日なんだそうですよ。マカロニサラダに使われているマカロニが数字の1に似ていることから、1が3つ並ぶこの日を記念日として、惣菜やパスタなどの食品を製造販売する会社が2017年に制定したのだそうです。7問目です。次も7文字です。何という単語になるでしょうか？答え合わせです。けんせつぎ。小さいよ。う。正解は建設業でした。8問目です。最後の問題になります。次も7文字です。何という単語になるでしょうか？答え合わせです。し、小さいよ。う、が、小さいつ。こ、う。正解は小学校でした。さて、問題は以上で終了です。今回は何問正解できましたか？それでは最後におまけ問題を出題します。20秒の制限時間内に単語を完成させてください。それではスタートです。答えはコメント欄お待ちしています。この問題は以前地の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので、チェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。
知の種のホームページでは様々な脳トレプリントが無料でダウンロードできますので、ぜひご活用くださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。